第10話激闘再び。リュカの後を追ったカカシたちは、なぜお前がここに。お久しぶりですカカシさん。まさか赤月が関わってくる。抑えろイタチ。ドソン追加の術。せっ、くらえ、動けない。了解了解。おとん追加の術行きます。せっ、そこだ。おとん追加の術了解了解。そこだ。大行きます。ドトン追加の術スタンした連やつは車輪が使わないの。サイ行くぞ。了解了解。そこだ。そうそう、大気。車輪が使わない。あまり力を使いたくなかったんですが、さっきまでのようにいきなさい。逃れられるし。くらえ。ドトン追加の術了解。この目からも逃れられるし。くらえ。気をつけた。ドトン追加の術さあ。くらえ。行きます。やつの車輪は危険だ。正面攻撃は避けるんだ。了解。豪華級の術ドトン追加の術。せっ、豪華級の術。了解。動けない。そこだ。大した連携構築。サイ、行くぞ。やつの車輪が無限の車輪が正面攻撃は避けるんだ。
この目からは逃れられないし、気をつけて。そこだ。ああ、大気。せいここ。はっ。そこだ。高火球の術。ああ、大気。ああ。ほっと。はっ。この目からは逃れられないし、そこだ。ああ、大気。そこだ。任務完了。お前がなぜここにいる？そんなことより、奴らを追わなくていいんですか？質問に答えろ。なぜここにいるんだ？夢隠れで作られているという偽の美獣がどれほどのものか見に来ただけです。マサ、お前まだこの歯を？安心してください。今はあなたたちと戦う意志はない。あいつ、ウチハイタチを追わないんですか？今は夢隠れの忍びたちを追う方が先決だ。急ぐぞ。ペインの命令は聞かなくていいのか？偽物は抹殺しろって言われてただろう。俺がやるまでもないだろう。木ノ葉が始末してくれる。